はい、どうも、児玉法政です。ご視聴ありがとうございます。それでは、今回は合算戸田城の戦いをやっていきたいと思います。光秀ね、どこまで行ってんだよっていう。めっちゃ向こう行ってんじゃん。西に行くっつったって、限度があんだろ。どんだけ遠く行ってんだ。はい、前回ね、長政と吉影に出会いましたと。共に戦った義景の越前強さに心を打たれた光秀は民を守るために戦って、義景の誘いに応じてなぜか久秀が敵として出てきて、とどまった。で、まあ守るための強さを学ぶために越前で客将として戦ったと。光秀は長政の口から、長政から聞くんだ。浅井長政から聞くんだ。それが天子。なんで天子まで行くんだよ。そこで天子まで行くのがびっくりだよ。合算戸田城ってクソ遠いじゃん。越前から死ぬほど遠い。かなり距離あるぞ。島根県だよな、確か。よう見過ぎで。お、お前。これがしばらく見ないうちに、その天子の話を聞く会話かな。長政殿、そう見えるか。長政から見ると結構顔が変わった感じに見えるのか、内面の精神的な余裕が出てきたからかな。光秀の力添えを得て越前の安寧はより盤石になったかと思われます。顔つきがやっぱり前は思い詰めた顔をしてたのが、多分晴れやかな顔になってんだろうな。光秀しまわないか。それだけは。なるほど。やや安寧の中で腕がなまらないために、なまらないためにまさか天子へ。可愛い子には旅をさせよって言いますし、腕をなまるのを防ぐためだけに。秋の毛利です。何でも天子の方を聞くんじゃなくって、話に毛利が勢力広げてるっていうのを聞いて、動向を調べに行くのか。天子の方まで。吉影様のためで参院の方まで行くわけですね。はいはい。他国巡察の人、巡察ね。喜んで受けたまわります。でも毛利だからな、遠いし、はい、そこまで遠い大名のことを気にする必要あるか。朝倉吉影がお前出る気ないだろ、越前からっていう。あーで、居眠りしてる鹿之助と出会うわけか。何やつ、邪魔だ。なんだ、なんでこいつ突然襲いかかってきた。敵だと思ったのか。天子かなんかを追ってきた毛利家かなんかのやつだと思ったのか。それかまさか寝ぼけてたこいつ。まさかの寝ぼけてた。あれ、間違えた。間違えたで済むか。悪い、間違えたって。ちょっと光秀びっくりしてんじゃん。うんって。こいつ人違いで済む話じゃねえからな。客人、間違えたって。先ほどは我が家臣が失礼いたした。本当失礼だよ。私からもこれ改めて詫びを申そう。光秀とか利光が強かったからいいものの、天子君にお目通りかない。光栄。そこまで強くない人だったら、よろしければ切られてるからな。勉強を聞かせください。間違えましたで切られたらたまったもんじゃねえ。今天子は秋の毛利と戦ってる。鹿之助、こいつアホなのか。もしかして山道を見張っていたんだけど、そこに通りがかった我らを。なるほど。毛利の伏兵と見まぐれ。伏兵っていうか患者と間違えたのかな。殿がご無事だからよかった。本当それ。無事だったからよかったけど、間違えて切っちゃったではな。焦っているのだ。たまらんぞ。このままでは。っていうか一人で待ってたのかよ。兵を伏せてたとかじゃなくって、一人で敵を倒そうとしてたのかよこいつ。俺の家族。まあでもな、無双だからな。一人いれば十分なのかな。家族を現実だったら一人じゃどうしようもねえけど、無双だから一人いれば千の敵を倒せるからいいのかな。魅力ながら我らも加勢いたしたい。救うというワードが引っかかったら、守るために戦うと。光秀、本当にありがとう。必ず勝とうな。名前も知られてない。光秀、名前を名乗ってなかったのか、よろしく頼む。それとも鹿之助がよく聞いてなかったのか、どっちだ。
とりあえず鹿之助アホっぽいな、こんなキャラだったか。よし俺の出番だな。アホっぽいな。で鹿之助なんやかんやで使ってなかったかな一回も。んじゃあ使うか。でとりあえず攻撃アップつけといて、まあこの辺か。馬持たせて、で味方はアマゴさんと牛尾さん大西さんとかいろいろいますね。ではい、もう敵が強そう。元就いるし、はい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 、高本はもうお亡くなりになってるけど、毛利のね、はいはい、この2人いますし、輝元いるし、強そう敵。じゃあ出陣行くぜ。卵の将来は虫の息。わしら毛利は今回毛利こんな声なんだ。元就さん、今までは若々しかったけど、元就さん年相応の結構壮年の男性になったから声がだいぶ低くなったな。渋いおじさんになって個人的には好きですけど。何、アマゴにいたやつだ。ああ、寝返りね。案の定三方から攻めてきたな。ああちょっとひるむ。義久様をお守りするぞ。アマゴ義久ね、義久を助けるぜ。で鹿之助めっちゃ突出してる。先に進めないな。よし俺が敵を引きつける。アマゴの旧家臣がね、動物ですか、うん、敵になってるわけですね。毛利の攻め手は緩みませぬな。ああだが屈するわけにはいかない。この人もね、この戦をものにして、アマゴの旧臣ですね。寝返ったけどな。寝返りは許さんぞ、裏切り者は許さん。っていうか上杉謙信だったらブチギレ案件だからな。寝返りなんて不浄な奴らはあって、不義な輩だから寝返りは許さんぞ。謙信は戦国無双5の。お見事にございますな。よしこれで敵兵100人も達成と。100人ぶっ倒したぜ。そうだそうだ、こっちに来い。陽動部隊じゃ品川さんが来たぞ。お前品川、横浜の次か。いや品川倒すぜ。動画がごとき鋭さで、お前の次は東京か。たちまち食らってやるわ。何を言っとんだこいつは。動画のごとき狼の牙。へえ、そりゃすごい。狼の牙で鹿を食ってやるぜっつったら、思うなよ。でも鹿って結構角すごいからな、鹿に突進されたら死ぬよな。角刺さったりしてね、人間とか刺さりどころが悪いと失血死とかねありえますからね。鹿は結構危ないぞ。鹿っていうかだいたい野生動物は危ないわ。イノシシでもなんでも。人間って貧弱だからね、道具なしの素手では野生動物相手は辛いんだよ。クマじゃなくてイノシシ相手とかでも普通に突進されたら死ぬからな。牙とかぶっ刺さって、えいどーん。しかし敵が奮起してるからか、家庭神代湖隊長倒しきれてなかったし、しかもよし、これで神代湖隊長は倒した。何ちょっと待て、誰かがどこ、こいつなんか侵入間近って言われてる。やばいやばい、倒さなければ。あ、反対方向だ。これだと侵入されてしまう。逆だ、向こうに吹っ飛ばさないと。よしこれで三沢かな。三沢でいいのかな。三沢、影が薄いやつじゃないですよ。空気の全裸で走り出す三沢くんではないですけど、空気が薄くなる。よーし、敵に増援が現れたか。行くぜ。上に撃ったらなぜか
氷の矢みたいなのが降ってくるっていうファンタジー現象ですけど、ちょっと待て、味方が裏切りそうな雰囲気だぞこれ。味方が裏切りそうな感じだった。ちょっと今のセリフ、勝ち目ないから裏切るぜって言いそう途中で。うわー、やだなこの空気は。雨ごけの空気が最悪ですって。ドーン、敵が硬いんだよな品川さん、意外と硬え、全然倒しきれてねー、硬えな、奮起してるだけあってモブのくせに。ようやく倒せた、あっぱれー、パレパレー、よーし行くぜ。で光秀は向こうで頑張ってるから、んー、じゃあ鹿之助で適当に突っ込みますか。俺も振るわねば。敵の陣のど真ん中に突っ込んでいく脳筋スタイルでいくぜ。まあ鹿之助バカっぽいしいいでしょう。ちょっと待て、毛利元就がなんか企んでる、超渋い声で。てか元就中の人変わってないんですよね、石川さんのままのはず。三国無双だと周隊とかやってたりしますけどね、中の人変わってないよな。でもだいぶ声の感じは違うよな、前作までは若々しい感じだったのが今作はお年寄りというかだいぶ年いった声だからな。やっぱさすが声優さんだよな、声の感じだいぶ変えてるもんな。おお、よかった、寝返りフラグを折れたっぽい。いやーよかった、これ多分ミッションミスってたら寝返ってたんじゃ、もしかして。よし、じゃあ目ぼしい敵は片付けたのかな。ここいけない、ダメだ。じゃあ光秀さんも突っ込むか。敵の弓、あれまだどっか、あんなとこにいるのか、全然気づいてなかった。まだびっくりマークあったわ、弓兵長いた。そろそろパワーアップしていくぜ、電気ゲージ解放、パワーアップして敵をぶっ倒すぜ。ほらぶっ飛べ、クライヤー、オラオラオラ、ゲージ切れる前に無双技回転を発動。これで倒せないかな、どうだ。よし倒せた、一人撃破、もう一人どっかに。なんか今のすんげえ絵が気になるな、今の終わりの絵は。で敵武将どっかいない、あれ、おお、いた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 、お前がむしろコートなれ、こっちのセリフじゃ。とりあえず周りの弓がうざいから先に片付けとこう。ああちょっと待って、ひるまされた、コンボが切れる。まあでも1万5000もコンボしてりゃ別にいいか、切れたところで。じゃあ弓兵長とっとと倒して、味方の士気の低下を防いで、で敵将はどこじゃ、どこ行った、こっちか、ヒットーン、クライエ突進攻撃。さて大詰めだ、大詰めだと、何をするつもりだ。高陰になんか指示出した、開門、どっから敵が来る。よしとりあえずこっち、何してくる、策の準備のため退却。うわー嫌だな、何してくんだろう高陰が、様子が変だ、なんか嫌だわ、怪しいな、何すんだろう。あの辺の裏にでも出んのかな、あからさまにここ空いてるもんな、この辺来そうだ、嫌だな、毛利が来るかな後ろに、なんかで。それはそれとして、元就も元就で何か言ってるしさ。ちょっと待って、退却地点到達を阻止せよか、やばいな。光秀を送り込むしかないか、これはやばいやばい。
間に合うかな。急げ、高影がやばいやばい、間に合え、急げ、ちょっとやばいやばいやばいやべえやべえ、あー高影がいっちゃう、やばいやばい、待てやこら、お前を退却させんぞ、高影坊ちゃんつってる、俺に倒されたくなきゃな、待てお前もうるさいのが来たって言われてる。よしこれで敵将をなんとか引きつけたぞ。危ねえ、なんとか引きつけたはいいんだけど、アマゴさんの方がやられそう。仕方がねえ、こっちは鹿之助で行くか。畜生、手が足りねえ、毛利の猛攻の前に手が足りん。くそ、光秀任せた、頼んだぞ。ちょっとマジでアマゴさん助けてきて。よし、あーちょっと待て、アマゴ義久さん助けて。でそれはそれとして、やべえ、明らかにこれ敵倒すのが追っつかねえんだよ。畜生、なんとかして敵を引きつけるしかねえ。まず一人倒した。お前こっち来い、こっち来い、こっち来い、高影もこっち来い、二人ともこっち来い、お前らこっちだバカ、こっち、お前もこっち。よし、なんとか引きつけに成功だ、武将のこの野郎どもめ。で向こうにぶっ飛ばすと、退却はさせんぞ。成功させてたまるか策を。ちょっと待てや、離脱すんのはやめろよ。くそー、あーひるんだ、くそ、なんとかして倒さないと、ぶっ飛ばしてやる。ギリギリだなマジで、なんとかギリギリのとこで退却を阻止してやってるぞ。無双奥義連打して倒すか。でもな、高影が硬いな、連打で倒しきれるかな。あ、てかこの方向はまずい、吹っ飛ばすの危ねえ、吹っ飛ばすとまずい、危な、今退却地点の方に向かいやがった一瞬、あー危な、なんとか撃破成功、助かった。ふう。で、こっちはこっちで、じゃあ、じゃあちょっとこの辺に鹿の助を送っといて、こっちはこっちで。義久さんがやばいと。敵将もう一人どこ？もう一人どこ？あれ？どっかい？どこ行った？あ、いたいた。いたいた、味方の配送を阻止せよ。だってさ、はい撃破。しかしこれ、この敵将、うん、なんとか配送は防げた。よし、兄上、ほう、アマゴ義久さんの弟ですか。よし、まず一人撃破で、んー、じゃあここで頑張って光秀さんで、敵を一人倒しに行って、んで、おどこにいる、吉川さんがいた、ちょっと強い、兵糧を狙われてるし、てめえ上果てるのが似合いだと、クソみたいなセリフだな、バカにしやがってアマゴ、こいつ倒しに行こう、鹿之助しか行けねえ、しょうがない、なんとか助けに行くぞ。今襲われてる人って家老だっけ、太閤立志殿とかだと資材を投じて、あれじゃないっけ、戦の準備して、そしたら城の金横領しただろうって義久さんに罪を着せられ、毛利の工作食らっちゃう家老のお方じゃなかったっけ、今襲われてんのって確か太閤立志殿で見たことあんだよな。じゃあこれで敵将はとこっちか、でこっちはこっちで襲われてるから助けないと、兵糧を届けに来てくれてるいい人を狙うなんて許さん、卑劣な毛利家め、ほら、よし倒せそう、
ちょろいな。こいつは弱いぞ。キッカー元春は強いぞ。よし倒した。で、女性を頼むつってる。おミッションね。なるほど。ここともう一人後ろかな、後ろにいるのかな。うん、ですよね。はい、じゃあ頑張って倒すぞ。よし、これで敵の出撃してきたやつらは大体倒せたか。あとは敵武将がそうっすね、もうほぼいないな。こいつ倒したら、あと出てきたやつらはこの辺にいるやつらだけか。そして二打兵たどり着いたぜ。兵糧が届いたぞ。兵糧をこちらに。飯を食え。待ちかねたぞ。みんながこれで飯食って体力回復だ。飯は大事だからね。腹が減っては戦ができんと。お、ご当主自ら撃って出てきた。これで味方の士気も上がるだろう。それまで。お、3分経過。ああ、味方の敗走を阻止せよね。3分経ってなんとか達成できたと。待ってろよ、じいさん。じいさんって言ってる。まあじいさんか。お隣の年齢的に鹿之助からすりゃ、ああ毛利のじいさんが、毛利のじいさんが動き出した。孫を連れて。吉川さん強えんだよな。奮起してなんかパワーアップしてるし。俺はまだ強くなれる。鹿之助では火力不足なんだよな。光秀で倒しに行くか。引かせてもらう。で、どこ、輝元どこ、これか。鹿之助はこっちに送り込もう。お見事にございますが、吉川さんはもう鹿之助は勝てる。見せてやる。光秀で行くぜ。パワーアップからの技。俺に撃たれる覚悟はいいか。雨殺しかは随分とどう猛なようだ。どう、鹿はね、追い詰められた鹿は強いのか。キツネじゃなくって鹿でもジャッカルより凶暴かもしれん。アマゴの将がなかなかどうして。アマゴの将じゃねえけどな、光秀さん。お、いたいた、ボス発見。お前だ、ボスを倒すぜ。その貴重も明智か。おお、よく知ってるね。よく知ってんなお前。桔梗門見て明智って物知り。さすが、さすが情報を仕入れてるのかな。物知りな元就さんだよ。よし、あとは元就倒せばクリアか。鹿之助が弱いからめっちゃ時間かかってんな、クリアに。これどうだろうな、 S 取れてねえ気がすんな。どうかな、S 取れたか怪しいんだよな今やってる感触としては。あ、外した、もろ外した。すんげえ猛烈な勢いで外した。あー、そして味方にぶっ飛ばされて届かないよ。あ、届いた、最後の方だけ。 OK、 技発動。お、倒した倒した。よし、勝負は決したのだぜ。もはやもうダメか。降伏するしかないと。決して待とうか。皆一様に疲弊しきって。いや、声は渋いな元就さん。無理はさせられぬな。あー、もうみんな疲弊しきってるし、諦めて降伏か。ことここに至っては仕方がないと。鹿之助はまだ諦めてねえけど、やめよ。当主はもうみんなボロボロだから、降伏しようってことだな。この戦、我らの負けだ。
アマゴは毛利に下る。そういうことですね。なぜ兵は疲弊し、度重なる戦で民草は困窮しておる。民のためにもね。これ以上戦を続ければいらぬ犠牲が増えるのみよ。鹿之助、よくぞここまで戦い抜いてくれたな。主君から直接お褒めの言葉はいただいたけど、義久様、これで天子家は滅びますと。で、鹿之助は天子家を再興しようとこれから活動を始めるわけですね。ミッションはなんとか全部達成か。お、でもなんとかエス取れたわ。よかった。ふう、結構ギリギリだったな。いやー、高影とかあの辺をな、退却地点到達を阻止するのがしんどかった。アマゴは毛利に下り、義久様は幽閉。そうなんだ。そういう感じになったんだな、諸君は。されたと。ああ。でこれで鹿之助は光秀についてくるのかな。でもやっぱりあんな決断させたくなかった。ここで鹿之助と光秀の縁ができましたと。守りたいもの全部手のひら。なんで光秀と鹿之助が縁あるんだよって最初ビビりましたからね。戦国無双5信長編で鹿之助出てきた時に、数年前俺もお前と同じ浮き目に合っている。光秀が。でも一応鹿之助、今の感じだと義久さんは幽閉でなんとか生きてて、他の家臣も放免されて生きてるけど、光秀はみんな死んでんだよな。親戚も。力を求め旅に出た俺は今朝倉義景様の元で刃を振るっている。強くなければ何も守れない真理だよな、この時代は。弱いとな、守れないよな。守れるようになるため、共に強くなろう。戦わなければ生き残れない。一緒に行くよ。どうせ主家が滅んで、流浪の身だ。流浪の身。修行して強くなって、いつか天子家を再興させてやる。修行して強くなってっていう発想がな、個人として強くなるっていう発想が嘘だ。では改めてよろしく頼む、鹿之助。個人で強くなったところで無双じゃなかったら勝てねえからな。無双は、個人として強くなれば勝てるよな。つまり修行して最強の戦闘力を手に入れれば天子を再興できるってことか。よし、で次回は上杉教頭。はあ、まあこれは朝倉家として上杉と教頭すんのかな、わからん。まあいいや、次回はじゃあこれをやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とよろしくお願いいたします。それではさようなら。